物価高騰が続く中、肉の買い物事情を聞きました。もう豚肉と鶏肉ばっか、すみません。それは、うん、ね、高かけん牛肉はあんた、うん、せめてもう合いびきぐらい買うてね、カレーライスば炊くけどね。買いますね、まあ、子供いるんで、はい、みんなでやろうかなみたいな。大好き、楽しみだね。結構頻度は低いかな、うん、自分たち買ってた時低かったですね。食べたいけど、うん、外国産はかなり安いのでですね、僕は結構外国産も買いますよね。牛肉の買い控え傾向が見られる中、長崎市のこちらの精肉店では、今までにない売り行きの落ち込みはありますね。牛肉自体の価格は横ばいなものの、さまざまな物価が上昇していることで、牛肉にかける費用が減っているのではと見ています。このため、少しでも安いものを買い求める客が増加。さらにここ2週間は暑さも相まって売り上げが通常より2割減少したそうです。高級めなお肉よりも比較的お求め安いところから先に売れていく感じがありますので、スタミナつけていただくためのお肉は食べていただきたいんですけども、牛肉の消費が低迷することで影響を受けるのが子牛の価格です。子牛価格の急落を受け、県は今日生産者団体などを集め緊急の対策会議を開きました。県内の1頭あたりの子牛価格は去年4月から急激に下降、先月には2年前の半分近くになりました。その一方で生産費の最大7割を占めるという飼料価格は、トンあたり6万5600円前後で推移をしていたんですけれども、7月あたりからですね、トンあたり10万円を超える水準で上昇してきておりまして、それ以降ですね、高止まりで推移をしてきているというような状況です。農家さんの力ではいかんともしがたいような状況、飼料が餌が高い、それとなかなか出荷した農産物の価格、牛の子牛の価格がですね、伴わないということで、非常に生活に苦慮されている。会議では国や県の支援制度の周知に努めることなどが確認されたほか、生産者からは早急に支援に着手するよう求める声が上がりました。また県では来月3日まで県内の231店舗で長崎和牛を購入・食事した人に景品が当たるキャンペーンを実施していて、長崎和牛の消費拡大を呼びかけています。